プランタラー石畳水菜落花ゆっくりと立ち上がって時間が切られました。スタート1コーナー一気になだれ込んでいきますが、これを取ったのは水野幸喜ですね。水野幸喜が1コーナーを取ってそのままキープ。さあ石田城の出鼻をくじきました。石田城はこれ3番手か。まずトップ2が3コーナーへと飛び込んでいきます。水野がいいスタートを切ったから角田がついていってるんですかね。水野角田、これがトップ2。少し離れまして石田、4番手には丹沢、4番手には丹沢、そして少し離れましてまたオレンジ色のカラーリングのドライバーが見えるんですけれども、さあ5番手以降がずらーっと連なっています。逆光の中、しかしトップ2もただ逃げるわけにはいきません。後ろからですねだんだんと近づいてきまして、トップ4台が今一段となって、お最終コーナー入っていく。さあ仕掛けていったのは角田、その後ろから丹沢圭人がついてきて、それを石田城が返したくてという1コーナー。5番手には澤田真嗣も上がってきました。10番手スタートの澤田真嗣、一気に5番手に浮上。現在4番手5番手争いをしています。トップの角田単独になりつつある。3コーナーから4コーナーは丹沢圭人がキープしています。3番手には石田城、トップと2番手以降、先ほどのカデットはこのまま離れていったんですが、ジュニアはこれペースが上がるドライバーを前に出して角田を捉えに行きたいところですよね。さあ石田城がどう動くか、現在3番手ですが見ものです。澤田は4番手に上がりました。4番手に澤田、そして5番手第2集団のトップに水野、おーその後ろから高橋哲太が仕掛けていきたいが、これはダメ。水野、高橋、その後ろには名取、浜田、浜久保、森田、小林、ずらーっと連なっています。もう上位陣はまだ2周終了というところですけれども、あえて分けるとするとトップ4と5番手以降というような形しか分けられません。さあそしてトップ入れ替わります。先ほど 1,2 コーナーで丹沢が前に出ていたんですが、今度はまたそれを角田が返しました。そして3番手に澤田真嗣が浮上、4番手に石田、石田ちょっと苦しいか、5番手水野が後ろからひたひたと追いついてきまして、トップ4と5番手以降の差がなくなりました。あ、上位陣が完全に一列、完全に長い一列になりました。これは分かりません。帰ってきて3周終了です。この予選ヒートは12周です。まだまだ分かりません。まずは角田、2番手丹沢、3番手に澤田真嗣、さあ丹沢と澤田が1コーナーインサイドに振った、そのまま入っていく。角田も踏ん張る。2コーナーで縁側は角田に、しかしそのさらに縁側から、これは石田城が入っていったか、石田城が2番手に浮上したか。トップは丹沢、3コーナーで2番手に石田、その後ろに澤田、順位が入れ替わってきます。一触即発はこのことです。 FP ジュニア、誰かが動くと一気に順位がポン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 と変わっていく実力拮抗。さあヘアピンで動いたドライバーがいますね。結構リスキーなんですが、高橋哲太動きまして、立ち上がりでギリギリ前をキープしていまして、6番手高橋哲太、6番手 KT で、ヘアピンはかなりリスクを背負うんですけれども、なんとか後ろを抑えました。高橋の後ろには鎌田大輝が来ています。この辺りはもう1周ごとに入れ替わっていく大接戦、4周終了、5周目です。トップは丹沢がキープしていますが、後ろから石田翔と澤田真嗣、さあ石田入った、3コーナー石田入った、さらに澤田若干接触したか、アウト側からスピードを乗せて石田がトップに戻ります。S 字の手前、石田がトップに戻り、おー、下り25ある、澤田入りたかったけれど、これはダメ。そしてヘアピン、スーッと2番手、角田が上がっていきました。角田が2番手に浮上、もう本当に入れ替わり立ち替わりです。石田、角田、澤田真嗣、大最終コーナーで角田だ。澤田は行きかけて引いたんですが、代わって角田がスーッと入っていきました。角田トップに浮上。さあ今度また1コーナー
6周目、角田、澤田、石田、そして丹沢、高橋、その後ろには名取、で浜田、勝手、うわー、この後ろもすごい長い列になってますね。13番手までが一段となっています。 S 字から下り 25R、 さあ今度インサイドに振っていったのは澤田真嗣です。それをまたヘアピンで角田、そして石田もついていって、澤田が3番手。シーソーバトルが続いている。そして後ろから怒涛のように追い上げてきている高橋や、そして名取、その後ろ6番手丹沢、この辺までがもうすごい13台のバトルです。丹沢の後ろですが、小手伸介、そして42番の浜田、うわこれ森田、水野、小林、浜久保、富田あるが、このコーマネーが一段となっています。誰が前に来てもおかしくないようなデッドヒート。これで予選は半分が終了、レース後半に入っていきます。予選ヒート、トップをキープしているのは角田、2番手石田、3番手澤田、4番手高橋、5番手名取、6番手丹沢、変わりません。7番手に加瀬、8番手に浜田がつけているか、もこの辺りは非常に接戦。ヘアピン、トップ2変わる。さあ石田が入ったところ、ちょっと立ち上がりもたついたところで澤田真嗣も入ってきた、高橋哲太もついてきた、名取哲平も行きます。そして最終コーナー、若干接触か、飛び込んでいった角田に対してアウトバーン、若干接触したか、トップ3が抜け出してきた、トップ3抜け出してきた。7周終了、残り周回数は5周、まだ5周あります。そして1対1ピン、1コーナーコースアウト、2コーナーの手前のところで、角田です、角田です。上位にいました、先ほど最終コーナーあたりから接触していた、ちょっと焦りが出たか角田裕樹、大きく後方にドロップ、再スタートは切りましたが先制離脱。トップ3はヘアピンの手前、相変わらずやり合っております。すごいラインの変え方、横並びになって、高橋哲太、高橋哲太がオーバー、オーバー、ダートにはみ出してまだ戻れない、高橋哲太も集団の最後尾に脱落、サバイバルレースになってきました。アセットもん負けです。これは KT です、これは KT なので、ちょっとミスをするとそれをエンジンがパワーでカバーしてくれるなんてことはありません。如実に立ち上がりなどに反映されてきます。いかにロスなく、滑らかにミスなく走り切ることができるか。さあこの FP ジュニア、ドライバーの腕が試されているわけなんですが、石田城が生き残っています、澤田真嗣も生き残っています。3番手に丹沢が戻ってまいりました。一時ドロップしました丹沢、3番手に復帰状態。さあ4番手なんですが浜田ですね、5番手に加瀬、この辺り入れ替わっています。6番手には名取でしょうか、このカラーリング、そして水野、上位7台がまず1段、しかしこの1段とも言えないぐらい8番手以降もついてきてまして、8番手にはピンク色のヘルメットのドライバーがついてきているんですが、最終コーナーのところでこちらもまた激しくバトルをしています。カーナンバー48番、小林一慶が8番手です。長い列が現在のところ15番手まで続いています。トップ2がまたまた迫ってきた、残り周回数は3周、9周終了、10周目、ラストラップ3になりました。トップは石田城、2番手澤田真嗣、3番手丹沢、この3台が頭一つ抜け出した。4番手に上がった浜田なんですけれども、スピードそんなに上がらないんでしょうか。その後ろ名取がいるところを見ると、ここもまたバトルをしたんでしょうね。浜田、名取、加瀬と続いていますね。4番手以降はこのまま離れていくんでしょうか。残り周回数は2周、最終コーナー、石田城に関し澤田真嗣、仕掛けどころを探っているような感じです。その後ろ担当がついていく、残り2周、1コーナーから2コーナー隙を見せない石田城。2番手の澤田真嗣は先週月曜日、東京プリンスの前の特設会場で行われました冷
ダブルカートファイトで見事日本一、650人以上の頂点に立ちました。その大変気持ちよかった思いを今週もきっとモチベーションとして持ち続けていることでしょう。彼は日本代表としてイタリアに行くことが決定しています。さあ、しかしながらあちらはレンタルも交えてのあくまでお遊びのレース、こちらはガチの全日本ジュニア、前にいるのはチャンピオン、どう仕掛けていくか、去年のランカーシングル経験の澤田真嗣、これがファイナルラップになります。後ろの担当に何やら合図を飛ばしたようですが、そして4番手以降も大変な状況になっています。風がこの4番手引っ張っています。風俊介が4番手引っ張っている。その後ろに名取、浜田がその名取のイン側を狙っていきたいが、これはダメ。その後ろは3台なだれ込んでいきます。3コーナー順位の方が入れ替わっていく。ファイナルアップ AB グループ、グループ分けが行われていますのでね。さあ、ここでですね、この15番手まで連なっている内から何もペナルティーがなければ1台がセカンドチャンスヒットいくということになってしまうんですが、この最後尾争い、ヒラピンのところでも変わらないか。先ほどホームストレートを通過した時点では49番平賀翔吾が15番手だったんですが、あ、ヒラピンからの立ち上がりで遅れてしまったドライバーがいるか。あ、そして最終コール、おお、澤田と丹沢が接触をしましたが、なんとか立ち上がってきてチェッカー。澤田の前、丹沢が後ろ、4番手には風、5番手なんですが、こちらの方は浜田ですかね、そして小林、7番手名取、8番手に岡本。さあ、この後ろのこの一段の中でのやり取りがボーダーラインにあったんですけれども、9番手に森田大地、10番手富田アルガ、11番手水野幸喜、セカンドスタートの水野は11番手までドロップをしましたが、なんとか予選は通過。